広島新交通1号線は、広島県広島市中区の本通り駅から同市、浅南区の広域公園前駅に至る広島、高速交通の自動案内機常式、旅客輸送システム路線である。日本語の、アスに、英語の、トラムという意味から付けられたアストラムラインの通称がある。広島市中心部と広島市北西部の住宅地等、 結ぶ足として建設が進められた。広島市中心部から長楽寺駅までの区間が先に建設に着手されたが、浅南区と佐伯区にまたがるニュータウン、広島西部丘陵都市の一角に整備された広島広域公園を主会場とする広島アジア大会の開催決定を受け、その会場アクセス鉄道として長楽寺駅、広域公園前駅間も着工され、 1994年8月20日に本通り駅広域公園前駅間 18.4km の全区間が同時開業した。現在は市中心部と住宅地とを結ぶ足としての機能のほか、広島広域公園内に建設された広島広域公園陸上競技場へのアクセス路線としての機能をも有する。全線が既存の道路、本通り駅中筋駅間は、 国道54号、中筋駅大原駅間は、広島県道38号広島豊平線、大原駅とも中央駅間は、広島県道265号ともない広島線、とも中央駅小池公園前駅間は、広島県道71号広島行き線の上空を走る。現在営業中の AGT の中では、送園中日本一であり、また一部区間のみながら、 地下を走行するものは、東下台新交通東下台線についでに例目である。本通駅から新白島駅の先までの1 9トルが地下区間である。このうち、本通駅、県庁前駅間の0 3トルが、鉄道事業法に基づく、鉄道区間であり、この区間のみ、地下鉄とみなされ、地下高速鉄道整備事業費補助制度を受けていた。なお、 案内機常式鉄道による地下鉄は日本で札幌市営地下鉄とここだけで速報案内機常式を採用している地下鉄としては日本で唯一である。残る県庁前駅広域公,公園前広島県内のみならず中国地方で初めて自動改札機が導入された路線でもある。パスピーに加え愛イコスイカ、パスモなどの全国総合利用サービス対応の 交通系 IC カードが利用できるが、パスピート、アイコカ以外は、券売機と生産機では使うことができない。本通り広域公園前間の列車を中心に、本通り長楽寺間の区間運転列車、平日朝には、大町駅折り返し列車が運行されている。2015年現在、日中は、全区間10分間隔で、土曜、休日は、 長楽寺折り返しの設定があり、同駅園広域公園前の末端区間で20分間隔となる時間帯がある。平日朝ラッシュ時は、広域公園前本通りは6から8分間隔であるが、長楽寺からの出港、折り返し便や大町での折り返し便の設定により、長楽寺内南は朝ラッシュピーク時のみ2.5分間隔で運転される。また、 平日夕ラッシュ時は6から8分間隔で、下りはすべて広域公園前後、上りは一部に長楽寺からの出庫便が入る。なお、運転士は上下列車とも長楽寺で交代が行われる。そのため、同駅では他の駅よりも停車時間が長く取られている。また、広島広域公園陸上競技場でのサンフレッチ広島の試合及びフィファ主催サッカー。 国際試合開催時には試合開始と試合終了に合わせて臨時列車が運行される。白島駅が最寄りの上の学園ホールでオペラ座の怪人が上演されるなどのイベント時も臨時列車が運行されることがある。1999年3月20日から2004年3月19日まで AGT としては日本では貴重な休行列車が運転されていた。停車駅は本通り 県庁前、大町、上安、長楽寺、大塚、広域公園前であり、前線の所要時間は、従来より10分、短い25分であった。2000年3月20日からは、一部列車が大町で、緩急接続をするなど、利便性向上策も取られた。緩急接続は、急行に先行して、大町行普通列車を設定し、大町では、 一旦折り返し線へ車両を引き上げて、急行を退避し、改めてホームへ据え付け大町始発普通列車として、急行に続行して運転する形で行われた。だが、急行列車の運転は、システム規格上の最高速度が時速 65km に抑えられていることから、速達性で不十分な面もあった。平日の有混雑時に増発され、 最盛期の2001年には平日で折り3本のぼり1本が運転されていたが、運転取扱いが煩雑となることや、広島高速4号線経由の都心直通バスなどとの競合による利用者減少もあり、2003年には平日1往復の運転となった後、2004年にわずか5年で廃止された。車番の100の位は1両目6両目を表す車両番号で下2桁が、 編成番号を表す。例えば6101は一番編成の1行目、6601は一番編成の6両目で、向きが違うだけの同一編成の車両である。線形電車は6000系の続番となっており、1編成しか作られなかったため、編成番号は24番であった。所属する2車両にハート型の吊り革がある。どの車両にあるかは公表されていない。 現在全面灯の LED 化など、車両のリニューアルが進んでいる。開業から20年が過ぎて、車両の更新が課題であり、当初は、車両更新に118億円を当時2018年度から5年間に、渡り実施する見込みと発表したが、後に、新型車両の導入は2期に分けて実施し、1期目は2019年度から2025年度に6両11、編成を、 二期目で残る13編成を導入すると発表した。新白島開業後の駅一覧。全線開業後に新設された新白島駅には既存の駅では未使用の白色が補われて表現されている。本通り駅にて撮影。全線広島県広島市内に所在。上北駅、白島駅間の新白島駅は2015年3月14日に開業。 それ以外の駅はすべて路線開業時に開業した。アストラムライン開業時から、ある駅には、起点の本通り駅から桃色、大々色、黄色、黄緑色、緑色、水色、紫色の順番にステーションカラーが定められ、公式サイトの路線図などもステーションカラーで色分けされていたが、新白島駅の開業以降は公式サイトの路線図からステーションカラーが削除された。 新白島駅も含め各駅のステーションカラーの扱いについての公式発表はない。また同駅開業後に長楽寺駅の副駅名となっている広島市交通科学館はネーミングライツの導入で沼地交通ミュージアムに牛田駅の広島ビッグウェーブは広新ビッグウェーブにそれぞれ解消されたがやはり公式サイト上での表記は旧来のものから変更されていない。 全駅が友人駅である。開業当初は全駅が直営駅であったが、経営健全化のために、都心部の地下駅と定期券発売駅を除く全駅で、駅業務の委託が実施された。これにより、株式会社、富山学園が人材を募集し、社員を業務委託駅各駅へ派遣している。地上区間の広域公園前駅古市駅の各駅と中筋駅。 白島駅の各駅では、駅の外観、構造がやや異なる。中筋駅、白島駅の各駅では、ホームの端に階段とエスカレーターが設置されているのに対し、広域公園前駅古市駅の各駅では、ホームの中間に階段とエスカレーターが設置されている。以下の情報は、広島市統計所に基づいたデータである。アストラムラインでは、1年毎乗車総数と、1年、 毎公社総数の情報を公開している。1日平均乗車、公社人員データは、年度ごとの乗車総数を365で割った値を小数点2を丸めて小数点1位の値にしたものである。アストラムラインのデータは1000で丸めて提供されているので、1年ごとではプラスマイナス500の誤差があり、1日あたりでは1.4人程度の誤差が発生する。 広島高速4号線の開通した2001年を境に3000人ほどの減少に転じ、以降微増する形で高速4号開通以前のピーク値を上回った。新白島駅開業後はより急激な増加傾向にある。近年の経営状況は過表の通り、広島市の長期都市計画として以前は友内地区からは沼田地区を経て草津もしくは、 いぐ地区方面へ至るルートが構想されていたが、西風新都の計画が具体化する中で、西部副都心方面への接続と、中心市街地への接続の利便性、開発促進効果の比較検討や、導入空間の確保可能性などが研究されてきた。1999年11月、広島市はアストラムラインの延伸計画を発表した。広島市の財政状況などを考慮しながら、 以下の方針が出された。2007年2月、広島市は現状ではアストラムラインの延伸は非常に厳しいとの見解を示した。また、西風新都線以外の路線は900億円以上もの費用がかかるため代替案として既存公共交通機関を活用していく方向で検討中である。西風新都線については開通までは 同様に既存の公共交通機関を活用しつつ、広島市の交通ビジョン推進プログラムの更新に合わせて、事業化の時期を検討するとしていた。2014年12月、広島市は、元南北線と、元東西線の一部である、白上社前交差点広島大学跡地間 0.9km、及び、白上社前交差点 JR 広島駅間 2.7km の、 延伸計画の廃止を正式決定した。2015年6月、広島市は、西風新都線を延伸し、JR 西広島駅に接続させることを事業化したと発表した。広島西風新都の開発計画見直しを受けたもの。延伸ルートは、再帰区の5月が丘、石内あずま開発地を通るとしている。延伸ルートは、コスト削減のため、 単線であり新設される駅は6駅である。ありがとうございます。